はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方をやっていきたいと思います。久しぶりにアンリミテッドの方をやっていこうと思いまして、レオニダスを使いたいということで、誰が指揮官というデッキになります。まあ、このデッキはレオニダスさんをね、なんとか活躍させようということで、まあ敵さんがどんなキャラクターリーダーであったとしても、レオニダスさんはめんどくさいキャラクターだとは思うんですよね。攻撃力が7あるし、倒したとしたらその後出てくるフォーラーたちが強化されるということで、なんとかしてレオニダスを出したいということで、ガウェインを使ってね、ガウェインさんを攻撃時に指揮官のコストを下げることができるので、これでなんとかレオニダスを8ターン7ターンに出したいので、それを目当てにちょっと今回やっていこうかなと思います。まあデッキタイプはコントロール系なので、高校取った敵は強いんですよね。高校取れることによって、いざランクマッチ行きましょう。レッツゴー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあ試合開始です。エルフ、なるほど、今のエルフは OTK ワンタンキルのデッキが多いみたいですけども、さて高校を引けた私は、そうですね、デッキはかデッキなかなかいい感じなんで、そのまま変えないでいいでしょう。高校だから最初にねカード2枚手に入りますので、そこで2コストを狙いたかったんですけどね。まあレオニダスが来たのでいいとしましょう。敵さん茨の森、なるほど、どういうデッキタイプかまだわからないですな。ランサーいいね、2コース来てくださいました。まあ、ランサーは年持ちなんでフォロワーの除去に使いたかったっていうのはあるけど、まあ敵さんフォロワー並んでないので大丈夫かな。さてどうしてくる、フェアリーが2体並ぶ、なるほど、だったらマーズを生き延びさせたいね、ということでちょっと今回マーズを出しましょう。さあ敵さんの次のターンマーズが生き残れば、先陣の騎兵でとんでもないほどのフォロワーが強化される。フェアリーサークル、フェアリーが1体並んでリノセウス、なるほど、ワンタンキルのデッキだったみたいですけど、1枚リノセウスを敵に使わせました。なのであと2枚、敵さんはちょっと勝つ手段があれになったんじゃないかなと思いますが、ここはガウェインで指揮官のコストを下げていこう。運がいいことに今私の手札指揮官しかいないのでね、めちゃくちゃいい感じですよ。 OK、 レオニダスさんも8コストに下がる。さて5ターン目の動きが、あらまあジャングルの守護者、多分10ターン目の動きを見越したカードだったんでしょうね。さて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 、ここは5コストルーはダメですね。先陣の騎兵でいきましょう。そして嵐の槍使いを突進させて倒す。で先陣の騎兵を進化して、兵士フォロワーを2体出し回復しましょう。前だけを見つめて、さあ行くぞ。 OK、 さあめちゃくちゃ有利な盤面ではないでしょうか。茨の森、なるほど、ただ敵さん進化機1個残ってるね。フェアリーが1枚、フェアリー2枚、さて3枚目並ぶか。フェアリーサークル、あ、これでフェアリーもう1枚並べれることができるのか。そして進化してきますか、してくる。このフェアリーおそらく先陣の騎兵を取りに来るでしょう。取ってくるよな。さて次の動き、フロントガードジェネラルでもいいんですよね。ルール2枚目が来たか。あーそうだな、まあ、盤面は残ってる兵士2体が倒してくれるんで、ちょっと取りましょうか。で取った後ちょっとルー2体をね、片方エンハンスで出して指揮官カードをいっぱい手に入れていきましょう。さあ何が来る、お、ローランいいですね。敵さんがワンターンキルのリノセウスを軸としたデッキなんで、ローランはなかなか気づいてないかなと。ミニゴブリンメイジ、これでおそらくリノセウスを持ってきているでしょう。フェアリーが1体並んで、もう1体並ぶか。リノセウス、ここでリノセウスか。3ダメージ、あ、3ダメージは私のリーダー。そして自然の導きで戻していく、なるほど。
なかなか辛い。なかなか辛いですね。じゃあここは、うん、ローランまだ出せないな。レオニダスを出してから、レオニダスが死んでからローラン出したいので、ここはミニゴブリンメージを取っておきつつの、フロントガードジェネラル、しのぎ切ってみせよう。さあしのぎ切ってください。さあ8ターン目、カシオンペア、そんなカードありましたな、そういえば。我が名誉は頼んだと。死んでしまいました。ただまあ私のリーダーには攻撃できなかったということで、さあ8ターン目、レオニダス出していきましょう。さあもちろん進化して取っていきます。そろそろディノセウス2体持ってると思うんできついんですよね。 OK、 どうします。9ターン目、フェアリーサークル、フェアリーを2枚、フェアリーが1枚並んでいく、もう1枚並んでくる、もう1枚並ぶ、あもう1枚並ぶ、うん、4枚目ディノセウス、ここできたが何ダメージだ、6、きつ、あ妖精の調べ、ここでか、一気に7点ダメージ。これはローラン立てたいんですけど、ローラン立てたいけどな、レオニーが死ねないんだよな。まあちょっとリノセウスは取っておいての、ここはルミナスメイジとホワイトバラディンで守護を並べていきたいな。悪しき者は我が剣で裁く。さあ裁いていただきましょう。 OK、これで、敵艦のフェアリー1体を有利トレードできて、守護が2体並ぶので、まあ最悪ダメージ受けるとしたら2ダメージかな。おお、さっきのフェアリーかな。さあフェアリーが盤面いっぱい、そして妖精の調べやるな。さあここでパラディン取られて、もう1体守護取られる、ああ守護が取られる、あらま、そっか敵艦ルミナスメイジ取らなかったのね。まあ私にはアンリミテッドでは使えるこの最強のカード、レビオンセイバー RL、 さあ行きましょう。レオニダスの9点ダメージ、2点とアルベルを進化して2回攻撃いきましょう。 OK、 まさかまさか1ターンで敵の体力20削れるとは思わなかった。 OK、 私の勝ちです。いやレオニダスとアルベルのコンビやっぱ強いですね。はい、ということで、今回は誰が指揮官レオニダスを活躍させたいということでやっていきました。まあ、今回レオニダスは死ななかったんですけども、なかなか生き残って9点ダメージ与えてくれたので、結果活躍したんじゃないかなと思います。ちょっと指揮官が多めのデッキなんでね、ルミナス騎士団の旗印を入れてもいいかなと思います。皆さんぜひこのデッキ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。